演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートの混ぜて食べるパリパリ麺サラダを食べたいと思います。なんか上の方にいろいろ乗ってて、その下の方にはなんかベビースターラーメンみたいな麺があるんですね。これを混ぜて食べるってことがどんな味なんだろう、気になりますね。サラダにしてはカロリーが高いんですけど、やっぱり揚げてあるのかな。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。準備できました。ではいただきます。あんまり種類見ないような気がするからベビースター。上の方の野菜、卵、シーチキンはこれまで食べてきたサラダと同様にシャキシャキや旨味があって美味しかったです。肝心のパリパリ麺がちょっと食べづらいというのと、がボロボロ崩れていくので、あとドレッシングとかもうまく混ざらないし、これあパリパリにする意味があるのかなって思えてしまったのは残念でした。肝心の主役がいまいちだったという感が否めませんので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。